マリーはオーナーさんのサーバントを辞めようと思うんです。マリーにとってオーナーさんはオーナーさんだから。え、ちょうど同じことを考えてた。やっぱりそうだったんですね。ねえオーナーさん、よかったら今からマリーの部屋に行きませんか？オーナーさん、見てみたいって言ってましたよね。ここがマリーの部屋です。もしかして子供っぽいって思いました？でもマリー本当はこういうのが大好きなんです。島のみんなには言っちゃダメですよ。もちろんエレナ様にも。オーナーさん、次はこっちです。ベッド、とってもふかふかなんです。オーナーさんも座ってみますか？わー、気持ちいい。休みの日はこうやってくつろぎながらオーナーさんからの連絡を待ってるんです。今日こそはデートに誘ってくれるのかなって。意外ですか？マリーだって普通の女の子なんですから。いつもサーバントのお仕事をしてるわけじゃないんですよ。そうだ、もう一つオーナーさんに見せたいものがあるんです。準備しますから、バルコニーで待っててくれますか？エレナ様以外に見せるのは初めてなんです。オーナーさん、どうですか？最初はこんなに話すつもりなかったのに。でもマリーはオーナーさんのこと、ダメです、これ以上は言えません。マリーはサーバントだから。オーナーさん？それって存じなんですよね。そう、じゃあマリーの虜にしてあげます。